今西田小学校の北側にありますグランドのところに来てますけども、まあ道路は通れるようにはなってるんですが、この防球ネットも倒れてて今から撤去するっていうようなことになります。まあ、その他にもずっとこっちもね、野球のボールが行かないようになってたんですが、みんな倒れてますんで、これも今から撤去する予定です。まあ、こういう電柱がこれだけ倒れてしまったんだから、まあ本当にすごい力だったんだなって感じがします。自然の脅威猛威が本当に出てしまっている、そんな感じがします。本当に関係者の車もこのように並んで、今校舎の中もかなりガラス割れたところはボード等で一応今咲いているような状態であります。まあ、あの北側のところも屋根やられてますね。